なっていう人は自然を楽しめるスキーとしておすすめなのがアルプスキー。それを使ってます。福島県の裏磐梯は夏場来るとよくわかるんですけど、結構ね、あちこち沼が小さな。そうで、冬は凍っちゃうけど、沼がその上に雪が乗るんですよ。そうすると、ずーっと遠くの方まで、まあ、帰らず、そうなるとアルプススキーで降ってきて、福島県の沼の周りを回ってくるのが結構、この先、踏切です。ご注意ください。初めてですっていう人たちに、誰でも考えます。そんなに難しくて、できれば結構あのね、初めは滑ることはちょっと難しいんだけど、やっぱりあの深いなんで、最終的にはこう滑りながらスイスイ滑るように歩いていけるとすごくいいんだけどね。でそうすると一歩がスーッスーッて長くなるから歩くと楽しくなってきて、それがちょっと新宿もちょっと今矢印がこっちに向いてる。でも本当ね、あの腕つきがちょっとね、でも歩くスキーはできます。最後までずっと二人きりとか、しかも会話があったりするんで、でその非日常的な空間なんで、やっぱりお互いその気分を共有して会話する気持ちになってきて、割とねずっと仲良くなるっていう効果があって、割とだから年の冬